皆さんこんにちは、樋口香乃巻子です。今回はですね、 FS26 刈原駅の修理ですね。やっぱり刈原駅シーズン、二戸は終盤に差し掛かってきてましたけど、まあ、終盤でもないんですかね、まあ、寒くはなってきましたけど、修理がやっぱりこうやって入ってきます。で、今回の修理ですね、このように FS26、エンジンがかからないと持ってきたので、プラグをお客さんで交換したけどかかんなかった。で、他の、まあ、エンジンのかかるやつとこう付け替えてやったんだけどかかんなかった。まあ、外すときにね、このようにね、もしかしたら間違って引っ張りすぎちゃって外れたことによる断線かなと思って見てました。ちょっとしかもその後ね、お客さん自分で加工したようで、ちょっと距離が届くかどうかもろもろひっくるめてね、まずここから直してどのような状態になってるかやってみたいと思います。色が古いですね。
いかがだったでしょうか。今回の修理、日曜日預かったんですけど、まあ、昨日預かったんですけど、音が引っ張った時点でちょっとおかしいな、こもってるなと思ったんで、マフラーの詰まりを疑ったんですけど、装着された状態ではですね、ちょっと確認できませんでした。ただその時にやっぱり自分の感覚を信じておけばよかったのかなと思います。ちょっと今も引っ張っただけで音が悪いなと思いつつ、もう全部バラしてしまえとなったんですけど、結局原因としてはマフラーに、虫が巣を作っていた。これ泥鉢なのかどうかわかんないですけどね。まあ大きくサナギが成長しておりましたね。丸穴のマフラーだと結構多い印象だったんですけど、細長いこの FS26 のマフラーに虫が巣を作ってたパターンはちょっと初めてでしたね。もしかしたら、今後も出てくるかもしれない、ちょっと覚えておきたいと思います。やっぱり引っ張った時のこもった音っていうのを、覚えておかなきゃいけないですね。この音は、虫が巣を作ってるで空気が抜けてない状態でした。で、まあその後ね、不幸中の幸いというか、なんというかなんですけど、ピストンシンダーばらしてみたらカーボンが結構付着しておりました。なので、そちらも合わせて簡単に清掃しました。あんまりね、綺麗に落とそうと思ってやってしまうとアルミなので簡単にすぐ削れちゃうので、ある程度の、状態でエンジンに支障がない状態、まあ、ピストンシリンダーの上部ですね、燃焼室のところにの、体積を邪魔しているカーボンだけ除去するような感じのイメージで除去いたしました。あとは、HP ウルトラでね、どのぐらい正常効果があるかというところで、試してもらってみたいと思います。まあ、お客さん自体もね、買ってからそんな使ってないんだっていうお話でしたけど、燃料はって聞いたら他のメーカーのやつをの50対1だって言ってたんですけど、ちょっとこれカーボンできやすいのかもしれないですね。で、まあお客さん自体のね、燃料保管もちょっと、問題があったのかもしれないんですけど、まあこれに機械に入ってた燃料はもう明らかに劣化した燃料の色になってたので、ああいう色になってると燃焼性の低い燃料だというふうに覚えておいていただければと思います。まあもちろんオイルのね、質によっても色っていうのは変わるんですけど、ああいう明らかに変色したような綺麗ではない色ですねの場合はちょっと劣化した燃料になっているという判断でいいと思います。今回の修理ちょっと遠回りしましたけど、大まかな原因としては、虫が巣を作っていたでしたけど、燃焼室もカーボンが多かったのでパワーダウンしてたという原因でしたね。まあ、これでもう一発でかかるようになったので、ぜひこのままこれを使ってみていただきたいと思います。今回の修理、マフラー詰まりでした。